ガキツきは日本各地に伝わるつきもの。人間がガキに取りつかれ、激しい空腹感に襲われることを言う。神奈川県、ヤビツ峠。かつては戦国時代のミマセ峠の戦いで戦死した武士の亡霊がさまよい、ガキツきが多発したという。ガキに疲れるのは主に山道を歩いている時などとされ、疲れると身動きが取れなくなってしまい、歩いている最中だった場合は一歩も前へ進めなく。 なってしまう。神奈川県のヤビツ峠では、合戦で餓死した兵の亡霊がガキとなって彷徨い、食物を漁っているため、峠越えをする旅人は急に空腹となり、歩行困難に陥るため、食物を峠に備えて越えなければならないとされている。楽器付きにあった場合には食べ物を口に入れることで逃れられるとされる。和歌山県の北部ではこの食べ物は一粒だけの米でも、良いとされ。 それすら持ち合わせがない時には、米という字を手のひらに書いて舐めることでも良いという。また、高知県の土佐清水地方でもガキ飯といって、ガキ付きに備えて弁当の中身を一口ほど残すなら足がある。新潟県では、ガキ付きで空腹に襲われたものに、すぐに食べ物を与えることは良くないといい。かゆ、雑水、味噌汁などの軽めの食事を出すという。 前もってガキつきを避けるための方法も伝わっている。和歌山北部では山中で弁当を食べる時には、その中身の一区分だけを周囲に巻くとガキつきに合わないという。なおガキとは、本来は仏教におけるガキ道の猛者を指し、仏教説は衆である。因果物語にも、剣道者、生きながらガキの報いを受けくることと題して、ガキ道の霊が人に取り付く話が語られているが、 民間の伝承におけるガキ付きのガキとは一般的には行き倒れになったものや合詞者の音量のことを指している。西日本に広く伝承される月物左髪も,ガ,もガキ付きの類として知られる。磯垣伊豆諸島の豊島の海岸に現れるというガキ付き。海に出た人がこれに憑依されると急激に空腹に襲われて倒れてしまう。海に出るとき芋などの食べ物を携帯しておくと この会を避けられるという、直鳥と姫県の宇和地方に伝わるがきつき。疲れた際には、わずかの食料でも口に入れると逃れられるので、前もって、弁当の中身を、数粒の飯でも良いので残しておくと良いという、苗がつく福岡県音楽郡岡垣村発の月物、海で、水死体を見るとこれに疲れ、急に腹が減ってしまうという、これに疲れた男が、 家に帰って5人前の飯を平らげたという話もある。ありがとうございます。